はい、皆さんおはようございます。僕は今ね、羽田空港の国際線ターミナルにいるんですけども、実はですね、今日から4日間かな、アップルさんのアップルスペシャルイベントにご招待いただきまして、ロンドンに行ってくることになりました。まだちょっとね、外出しできない情報なので、今この動画を撮ってる時は SNS とかでは告知できてないんですけども、今回ね、初めてちょっとアップルさんのスペシャルイベントに招待いただきまして、おそらくね、向こうで新しい製品とか発売されると思うので、いち早く、実機に触ってみてレポートとかをできればなというふうに思っております。でまたね、動画は動画でその新製品の動画は出そうと思ってるんですけども、この動画ではその僕の今回東京からロンドンに行ってっていう風な4日間をちょっと Vlog 形式でまとめてみようかなと思って、今ね、こういう風な軽い動画を回しております。実は今回ね、飛行機も初のビジネスクラス用意していただいたんですよ。なので僕ビジネスクラス乗るのも初めてなので、その辺のね、ちょっと、初体験ということで、記録残しておきたいなと思いまして、4日間ね、ちょっと長い動画になると思うんですけども、あえてあんまりカットとかはせずに、リアルな感じで4日間の旅をね、皆さんに体験していただこうかなというふうに思います。というわけで今はね、7時半で朝めちゃめちゃ早いんですけども、オンラインチェックインでもうチェックインを終えているので、保安検査場に行って、荷物をね、確認してもらって搭乗手続き進めていこうかなと思います。行ってきます。いよいよ飛行機に搭乗します。初めてのビジネス、どんな感じかちょっとワクワクしますね。ビジネスクラスの席ね、こんな感じでめっちゃ広いです。2席ぐらいね、横は自分の部屋になっていて、足もこんな感じでね、ここ奥に伸ばせるようになってるんで、僕の身長でもね、完全にこうやってね、足伸ばしきることができます。これはね、ゆっくり寝れそうですね。扉があるんで、これは離陸すると扉閉めることができるんで、完全な、個室空間みたいなね、プライベート空間にもなりますと。結構こういうね、設備も充実してて、枕とか、これも多分ピロー枕みたいな、腰に置く枕だと思います。でポーチ類に結構いろいろ入ってたりとか、もうこの辺とかなんだろうな、これ寝具なのかなよくわかんないですけど、いろいろ入ってて、もう完全に横になってゆっくり休むことができるような空間になっております。はい、というわけで、イギリスのヒースロー空港に到着しました。長かった、17時間ぐらいずっと、飛行機乗ってました。ビジネスクラスだったんで、すごく、席は広かったんでゆっくりはできたんですけども、とはいえね、2時間ぐらいしか寝れなかったですね。ずっと漫画読んだりとかゲームしたりとか編集したりしてました。フライトコネクション、こっちか。いやー、今日はね、もう一旦イベントの前日なんで、ホテルで休むだけなので、明日なんですよね、イベント。今日はちょっとゆっくり休もうと思います。疲れた。偶然ね、横に座った方が視聴者の方だったんですよ。そんなね、いい出会いとか楽しい出会いもありました。ところですが、今はですね、開発されてマンションも入ってますし、あとは映画館とかショッピングでも俺ホテル着きました。ホテルアミティ17時間フライト後のアミティを撮る後で確認入れておきます
はい、ロンドン大川くんです。はい、ハロー、Hey guys。 わー、すごい、さすがオゾンポケット。 YouTuber3 人です。はい、頑張りましょう。はい、ホテル着きました。こんな感じのね、バタシー発電所から近くのホテルなんですけども、めっちゃ広いわ。うわー、ここ一人っすよ。ベッドも無駄にでかいし、無駄にダブル、これキングぐらいあるかな。めっちゃ広いわ。というわけでね、まあ、ロンドン着いて、空港からすぐシャトルバスでここのね、バタシーあたりに移動してきて、ホテルチェックイン終えたということで、疲れましたね。めっちゃ疲れた。今からはですね、日本からこう招待されてきた人たちと、あとアップルのね、社員の方と一緒に食事ということで、少し20分ぐらいだけ休んでから、近くのなんかレストランというかパブみたいなところに行くらしいんで、そこちょっと行ってこようと思います。よいしょ。わー、おしゃれ。ハロー。アミティと赤青でなんかお揃いになりました。鉄アンドトモみたいな感じ。なんでだろう、なんでだろう。はい、おはようございます。ロンドン2日目の朝でございます。今日お昼からね、アップルの発表会があって、今回ね、全然自由時間とかあんまりないんですけども、今日の2日目の朝だけはちょっとだけ時間に余裕があるので、早起きして今ね、朝7時半ぐらいですね、ロンドンのこの辺を散歩しようかなと思って一人で出かけてきました。今ね、テムズ川沿いをこれ歩いてるんだと思います。テムズ川でかい、なんか日本の荒川みたいな感じの川ですね。朝は結構皆さんジョギングしたりとか自転車で通勤されてる方も多いですね。今のこの景色めちゃめちゃいい。この奥に見えるのがビッグベンですね。ロンドンの有名な時計台なのかな。でこっちがロンドンアイっていう360度見渡せる大きな観覧車。これね、乗ろうかなと思ったんですけど予約が必要で、あとね6000するんですよ。高くないと思ってちょっと諦めちゃいました。一応今の時期ロンドンも夏なので、お昼とかは18度ぐらいまで気温上がるそうなんですけど、朝晩はすごい涼しくて8度ぐらいになるんですよね。今すごくちょうどいい気温で天気も良くてめっちゃ気持ちいいです。やっぱロンドンね、自転車めちゃめちゃ多くて、こうやって自転車専用レーンみたいなのもあって、もうかなりの数、車よりも自転車の方が多いぐらい走ってますね。あと結構ロンドンの街歩いてと思ったのが、おしゃれな人がめちゃめちゃ多いですね。ほんとなんか振り向いちゃうぐらいね、かっこいいスタイリッシュな着こなしされてる方が多くて、その辺も個人的にはすごく歩いてて楽しいポイントです。こっち右側見ると、あれロンドンアイですね。でけえ、めちゃでか観覧車です。乗るのに6000円するんで諦めました。はい、ちょっとね、いい感じのカフェあったんで、ここで朝ごはん食べようと思います。ゲイルズベーカリー。いただきます。はい、こちらイベント当日のランチ会場なんですけども、大川くん来た。おはよう。撮影中に合わせた。そっとちょっと触った。世界中のクリエイターが集まってますね。もうなんかほぼ貸し切りみたいな感じで、アジア圏のクリエイターとかめっちゃ集まって一緒にランチって感じです。アップル関係者はみんなこういう風なホルダーをつけて今日一日生活します。今から会場向かいます。大川くんです。あとアミティもいますよ。バタシー発電所入ります。
バタシ発電所の会場なんですけども、すごいめちゃめちゃ開放感あって、なんかねちょっとステージっぽいのもあるんで、もしかしたら相談される方がいらっしゃるのかもしれないですね。すごいテンション上がってます。めっちゃいい。もうね、いろんなところから世界からクリエイターが集まってきてて、すごい盛り上がってます。このね、この開放感、吹き抜けになってるんで、上からね、今日めちゃめちゃ天気もいいんで、明るい光が降ってきて、すごいいい雰囲気の会場です。あと30分ぐらいでイベント始まるんですけど、どんどんね、続々人が集まってきて、すごいみんなテンション上がってます。僕もテンション上がってきました。結構ね、意外と発表自体も気合い入ってそうなんで、どんな製品が出るか楽しみです。はい、というわけで、ね、キーノートも終えて、ハンズオンもね一通り触ってみたんですけども、いやなんかね、もっとゆっくり触りたいなと思いました。もうね、向こうは取材陣とかでいっぱいで、もう押しのけて押しのけて、やっとねちょっとだけ新製品とか新機能試したんですけども、 Apple Pencil 周りのねすごい利便性が増したなというふうに思いました。あと本体がめちゃめちゃ軽くなってるし、マジックキーボードも相当ね、もう持っただけでも分かるぐらい軽くなってました。本体がアルミ素材になったんで、なんていうかその筐体のデザインとかもすごくかっこよくなったし、洗練されたし、かつ軽量化されているところで、これはね毎日持ち運ぶ人にとってはすごく嬉しいんじゃないかと思います。お疲れ様です。今日お昼からずっと発表見たりとかミーティングみたいなの参加して、今もうね真っ暗なんですけど、今が時間がね9時半です。でこっからホテルに戻って撮影です。アミティ頑張ったな。頑張ったね。アミティはマジでここで撮影終えたからね。いやいや、まだやるやるやるけど、マジで頑張った。最後がさ、すごくあのうちらにとってはすごく刺激的というか、結構今までで一番タフな感じだった、ね、そうだったね。そうだったね。撮影環境の中で2人ともどうするどうするってなって、で必死に頑張ったね。そうだね、俺らだけだったもんね、この時間まで残ってるのね。そう、お疲れ様でした。まだ頑張ろう、ここから頑張ります。はい、おはようございます。3日目の朝です。結局ね、昨日は、夜の4時半ぐらいまでかな、動画撮って急いで編集してね、無事まあ YouTube アップできたんですけども、すごいあの夜遅かったんですが、ただねあんまりねこっち来てからゆっくり寝れなくて、今も9時半ぐらいで5時間ぐらいしか寝れてないんですよね。もう今日ねお昼の15時ぐらいにはこのホテル立って空港に向かうので、ちょっとまあ今日はね予定がないのでゆっくりしようかなと思います。このベーコンがめっちゃ塩辛いっす。なんかイカの塩辛ぐらい塩辛い、ブリティッシュ塩辛ですね。あとはでも美味しいです。このハッシュポテトも美味しいし、このスクランブルエッグも美味しい。このソーセージはまだ食べてないですけど、きっと美味しいはず。イギリス最高。は、今ね朝食食べて部屋戻ってきたんですけども、これ見てください、これ。昨日ね、もう絶対に今日中に動画出したいと思って、でもすんごい眠かったんですよ。とんでもなく眠くて、寝ちゃダメだと思ってね、座ったら寝るんで、こうやってスツール2つ重ねてね、ここでスタンディングでして、
こうやって深夜の4時までずーっとここで編集してました。もうほんとね、10秒目をつぶったら寝ちゃうぐらいの満身創痍だったんですけども、無事ね動画出せて、たくさんの方に動画見ていただいてすごい良かったです。頑張った甲斐がありました。スツールさんもお疲れ様でした。ちょっともう下ろしてあげます。よいしょ。はい、というわけでね、ロンドン最終日、今日の3時ぐらいにはホテルチェックアウトして空港に向かうんですけども、ちょっとだけね、時間があったので朝朝食会場でアミティに会って、なんかね、おすすめの場所聞いたら、今から行くピカデリーサーカスっていうところがなんかめっちゃおしゃれらしくて、もうロンドンといえばそこみたいな感じでおすすめされたので、ちょっと今ね歩いてそのピカデリーサーカスとかソーホーっていうね地域に向かっています。でもね、今ちょっと向かってる途中なんですけども、急にね街並みがすごいおしゃれになって、ロンドンらしい街並みに見えてきたんで、なんか良さそうな場所かなと思って楽しみにしてます。今日もね、見てもらうとすっごいいい天気で、昨日なんか現地の方に聞いたら、こんなに晴れたのが去年の10月ぶりらしいんですよ。本当にと思ったんですけど、約半年ぶりのね快晴だそうで、絶好の観光日和だなと思います。気持ちいいですね、歩いてて。というわけで今からピカデリーサーカスへ向かいます。はい、というわけでね、40分ぐらい歩いてピカデリーサーカス着きました。ここね、見てみるとなんかショッピングモールみたいな表参道っぽい街ですね。ちょうど僕の今前にあるのはこれね、スノーピークのお店なんですよ。あとはこっちにスメッグっていうね、結構有名なインテリア家電の店があったりとか、なんかあとなんかこうファッションブランド、バーバリーとかそういう店もあるみたいで、日本でいう表参道的な場所なのかなと思います。というわけでちょっとね、この辺お散歩していこうと思います。確かにこの辺なんか歩いてるだけでも楽しいですね。建物がね、全部これ連なってるんですよ。なんか同じショッピングモールみたいな中にお店がたくさん入ってるような感じなんですけど、すげえでかい。こうやってね、曲線になってずっと建物続いてます。右はこれロクシタンの店で、左はバブアーの店がありますね。はい、正面にね、双方の看板が見えてきましたね。どうやらこの区画一帯が双方っていう地名らしいです。あとこのままね、まっすぐ抜けていくと大英博物館があるんですよね。なのでさすがにね、大英博物館見る時間はないんですけども、ちょっとね、周りだけ歩いてどんな感じなのかだけはね、見ていこうと思います。せっかくね、イギリス来たから大英博物館は行きたいよね。いつかね、時間あったらゆっくり入ってみたいんですけどね。今日はちょっと大英博物館の建物だけ見て回ろうと思います。はい、というわけでね、左手に大英博物館が見えてきました。めちゃめちゃ大きいね。外観は写真で見たことあるんで、写真の印象のままなんですけども、リアル見るとやっぱね、いいね。さすがにこれ入れんのかな、このロビー。あー、入れないんだ。ここ柵覆われてるんで、多分チケット買わないと中には入れないっぽいですね。ただこんな感じ。わー、すごい、来れた。結構歩いたんですけどもね、1回は来てみたかったんで、建物見えただけでもすごい満足です。はい、というわけでね、大英博物館も建物だけちらっと見えたんで、そろそろホテルに帰ろうと思います。なんだかんだね、1時間ぐらい散歩してちょっと足が疲れてきたんですけど、やっぱり初めての街とかね、初めての国歩くのはすごく刺激になりますね。めちゃめちゃ楽しかったです。ホテルに戻ります。How did I get so lucky? I died
Then I come back alive when you touch me. You're the one for me, so here I am to give all I have. I'm in love with you, and you know that it's true. You can always count on me to carry you through. And if you get scared, remember I'll be right there with you. Here's what I'll do. I'm gonna hold you all through the night. Oh, lay your head on my chest, baby, and close your eyes. 帰りの空港着きました。今から17時間かけて日本帰ります。え、17時間もかかるの？17時間じゃなかったっけ？17時間ぐらいだよね。嘘でしょ。いやいや、無理無理無理。アミティと大川君と17時間は無理だよ。乗るんだよ。疲れましたけども、やっと日本帰れます。まあ、ロンドンも良かったけどね。ではまた日本でお会いしましょう。バイバーイ。